視聴者が、新しい視聴者が来て、他の男性がこれからスタディバレーの、今日は、兵たちの金が良いみたいですね。おし。ですよね、わかんなくなりましたね。どう、編集、その時、撮りながら、編集し、撮りながら編集のこと考えて、ああしようこうしようって、でもそこで大体できてるけど、実際こう編集するときに、やっぱこれこうしようかなとか、なんかそれめちゃくちゃになっちゃいますよね。だからなんか YouTube の、その、動画の作り方みたいな、レクチャーみたいなのがあるんですよ。それでちゃんと絵コンテみたいに残しておいて、こう、なんかちゃんと メモっていうか、書いた方がいいみたいですね。え、なにこれ？全部枯れてんじゃん。え、マジで？水あげてもダメなの？ダメなのこれ？ちょっと、ダメ系？もしかして。夏だから干からびちゃったのかな。ちょっと待ってこれ、マジ言ってんの。水あげてもダメなのかな。ちょっと待ってよこれ。枯れてましたね。これ、うわ、全滅や。夏野菜ってのがやっぱあるんだな。ちょっと待ってこれ、どうすればいいんだろう。枯れてますね。ちょっと待ってこれ、何どうすればいいんだろう。あ、でもお金があるなぁ。ちょっとこれあれ、調べていいです夏野菜がわかんない。わぁ、バタバタしてるわぁ。待って、なんだっけ？何ができんだっけ？ブルーベリー。トマト。さあ、11日かかる。13日メロン。12日唐辛子。いつか。小麦、4日かかる。ラディッシュ、6日、7日。金あっから、スパングルの種。これはあれだね。季節によってこの、あれが変わるんだね。ひまわり収穫すると種も取れる。ひまわり収穫すると種も取れる。それはそれでいいんだけど。このオイル、基本。保水、ぐんぐん伸びるやつ買ってみてえな。速度を少なくとも 10% 上がる。耕した土に混ぜて使う。ほんほんほん。さくらんぼの苗。これ苗が欲しかったんだよな。ということで、この辺を買っていこうかね。夏または秋植えの作物。これは、買っとくか。10個、5個、ちょっといろいろ植えてみよう。何かどんなもんなのかっていうのをね、まず調べて。スプリンクラー作りてえな。スプリンクラー何で作れんの。延べ棒とかあれか。作っとかないと枯れちゃう系ですよね、多分ね。びっくりしますよ。やべえ。鍛冶屋。俺は鍛冶屋に行くんだ。鍛冶屋に行ってなんかいろいろ作れるのかな。それか炭鉱に行って掘ってくんのかな。銅の延べ棒とかって。どうなんだろう、全然わかんねえ。なんか金属系をゲットしないと作れないものがあるから。あれ、花、あそこのチューリップとか取れんのかな。夜取り行ってみよう。あ、あ、なんで？あ、びっくりした。誰もいねえじゃねえかよ。せっかきなんでね。来てねえとか言って、来たけど誰もいねえじゃん。これ出たくないんですよ。友達でもないのに。T シャツ何枚買えなきゃいけねえんだって話でね。暑いの嫌いですよね。もう。ほんと暑いないですよ、私も。大嫌いですよ。汗かきなんでね。もう2回言っちゃいますけど。ちょっとこの辺しまっとくか。あ、ここじゃなかった。まあね、材木系。
木とかね、実とかね、そういう、まあ、バーベキューはちょろちょろやってたんですけどね。なんか7つ。とりあえずこれ植えて、これさ、スプリンクラーがないと枯れちゃうってやつなのかな。いいなぁ。ほんといいですよね。そうね。あの、時間がかかるやつ、これなんかトマトか。こう。よし、OK。唐辛子。この。スプリンクラーどこ置きゃいいんだ、これ。本当に。もしやるとしたら。9時、やばい。寝ないと。お土あげた後、さっき水あげた場所なんだけど、ダメなのかな。やばい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 。やばい、なんか。マイクラ来月買わねえとなぁ。あれ、これは、植えらんないの？なんでこれ？違うの？なんか、仕様が。ちょっと待てぃ。夏または、これ植えてっちゃう。ちょっとね、余裕がない。物事に。え、植えらんないの？なんで？違うの？どういうことこれ？え、マジで？ちょっとわかんねえや。ちょっと寝よう、とりあえず。時間が時間だからね。よし。何？お、妖精だ。なんでこれ？もっとさ、すげえのやってくれよ。なんだよ。もっとすげえの植えてくれよかった。おー、おー、マジかよ！何これ！